のオートバイレーサー。2006年のロードレース世界選手権 125cc クラスチャンピオン。2019年よりドゥカティからスーパーバイク世界選手権に参戦し、2020年よりワークスチームとして SBK に復帰するホンダに移籍した。125cc クラス2002年にはスペイン国内選手権 125cc クラスでシリーズ2位に入り、 また、スポット参戦で、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、デビューする。翌2003年には、世界選手権、フル参戦を果たす傍らスペイン選手権にも参加を、続けて、後者のチャンピオンを獲得する。2004年の、第9戦イギリス GP では、初表彰台、初ファステストラップを獲得する。そして2006年、 アスパーチームでアプリリアを買ってシーズン発勝、125cc クラスワールドチャンピオンに輝く。250cc クラス2008年ルタテストにて2009年日本、GP にて2007年2007年より、アスパーチームから 250cc クラスにデビューを果たす。第6戦イタリア GP では、クラス初ポールポジション、初優勝を飾る。 第13戦ポルトガル GP では予選6位スタートから1周目には12位に落ちながらもそこから巻き返してシーズン2勝目を果たす結局この年はシリーズ4位に入り 250cc クラスのルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた2008年前年度のシリーズランキング1から3位のライダーが全員モートジッピークラスにステップアップし2008年の250 CC クラスチャンピオン候補筆頭に挙げられたバウティスタだったが前年はこれといった活躍が見られなかったジレラのマルコ・シモンチェリと激しいチャンピオン争いを演じることになった開幕戦カタール GP では6位に終わる続く第2戦スペイン GP ではファイナルラップまでトップを走りながらもシモンチェリにマシンをぶつけられてエンジンが破損 三日カ,カリオに勝利をさらわれることになった。第3戦ポルトガル GP でようやくシーズン初勝利を挙げたが、続く第4戦中国 GP では、転倒を喫して12位に沈み、第5戦フランス GP では14位、第6戦イタリア GP では、リタイアに終わり、序盤戦は、チャンピオン争いで大きく、遅れを取ることになった。バウティスタの地元である第7戦。 カタルニア GP では、ポールポジションからスタートし、レースをリードしたものの、ファイナルラップで、シフトミスを犯してしまい、シモンチェリに優勝を許すことになってしまった。第8戦イギリス GP では、この年4回目となる、ポールポジションを獲得、再び、シモンチェリとのバトルになったが、ゴールまで2周となった時に、シモンチェリが無謀な突っ込みを仕掛けたため両者ともラインを、 外して大きく、タイムロス、3番手につけていたミカカリオに勝利を、さらわれることになった。第9戦、ダッチ TT ではボールからスタートしたもののスタートに、失敗し、1周目終了時点で8位にまで落ちたが、その後巻き返して、シーズン2勝目を収める。その後は、第13戦3マリの GP で3勝目を収めると、埋戦表彰台に立つ活躍を見せ、 チャンピオン争いで、シモンチェリとのギャップを詰めることもあったが、ハリケーンアイクの影響で中止になった第14戦、インディアナポリス GP の後、第15戦日本 GP、第16戦オーストラリア GP とシモンチェリに、連勝を許してしまう。第17戦マレーシア GP、シーズン4勝目を収めるものの、3位に入ったシモンチェリ、がチャンピオンを確定させ、 結局バウティスタはこの年シリーズ2位に終わった。2009年2009年もアスパーチームに残留。スコット・ホンダの青山・博一とチャンピオン争いを演じ、シーズン中盤まではランキング2位につけていたが、終盤戦で調子を落として最終的なランキングは4位に終わった。第11戦チェコ GP ではバウティスタは3位に入ったが、 フィニッシュ後のウィリーのパフォーマンスに失敗して転倒、マシンを大破させてしまった。モートジッピークラス2010年ダッチ TT にて2010年2010年、バウティスタはワークスのリズラス鈴木チームから最高峰、モートジッピークラスにデビューした。同クラスでは2010年からのルール改定により、原則としてワークスチームからルーキーの参戦はできないことになったが、鈴木は サテライトチームを持たないためこの制限から外されていた。第7戦、カタルニア GP と、第15戦マレーシア GP で、ベストリザルトとなる5位に入り、年間ランキングでは、チームメイトのロリス・カピロッシを上回る13位を、記録した。2011年、翌2011年、チームは規模を縮小し、レギュラー参戦は、バウティスタの1台のみの体制となった。 開幕戦カタール GP では、フリー走行での転倒で、左大腿骨を骨折、2レースを欠場することとなった。シーズン終盤には速さを見せ、第15戦日本 GP では一時3番手を走行、第16戦オーストラリア GP では、フロントローからのスタートを果たしたが、いずれのレースも転倒に終わり、結果を残せなかった。結局シーズン最高位は、 第5戦イギリス GP での5位、年間ランキングでは2年連続で13位に止まった。2012年2012年シーズン、バウティスタは、事故死したマルコ・シモン・チェリの後継として、サンカルロ・ホンダ・グレシーニに移籍。1000cc の RC213V を狩ることとなった。オランダ GP 決勝、ブレーキングが遅れ転倒した際に、ロレンソを巻き込むことになってしまい。 実戦のドイツ GP 最後尾グリッドスタートの処分が下される。2013年2013年シーズンもメインスポンサーが Go&Fun に変更になるがグレシーにより継続参戦する。開幕前には今シーズンもまた ホンダ元 GP ライダーとして唯一、昭和のサスペンションを使用することとなり、その引き換えとして、チームとの契約を2014年まで獲得した。2014年シリーズ最初の参戦で点灯リタイアを、キスなど厳しいシーズン開始となるが、シリーズ5戦目のフランス GP では2012年の日本 GP 以来となる3位表彰台を獲得する。シリーズランキングは11位。 2015年この年から、モートジッピークラスに、アプリリアに、メーカーが変更されたことで、ワークスチームとなったチームグレシーニに残留した。2016年前年に引き続き、チームグレシーニレーシングに残留した。2017年2010年から、ドゥカティのサテライトチームとして、モートジッピークラスに参戦していたフルスのアスパー、チームに移籍する。 2018年2018年も引き続き、アンベルニエトチームより参戦する。第17戦オーストラリア GP では、負傷欠場するホルヘロ連祖の代役として、最高峰クラスで初めて、ドゥカティのファクトリーチームから参戦して、4位となる。2019年、ドゥカティのファクトリーチーム、アルバ・イットレーシングドゥカティから、スーパーバイク世界選手権に参戦した。 序盤戦は好調だったが逆転され2位で終了した。2020年チームを移籍し、ホンダのファクトリーチーム、チーム HRC から、スーパーバイク世界選手権に参戦する。マシンが完全な新車となった、ホンダ CBR-1000RRR に変更された、ことで苦戦し、総合9位だった。2021年前年に引き続き、チーム HRC から、 スーパーバイク世界選手権に参戦する。成績は苦戦し、2022年からドゥカティに復帰することを発表した。ありがとうございます。